袋に詰められた夏のような世間では、誰もがそれぞれであった、誰かと寄り添い合ってる。そこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに、木の実のふりしながら微笑み浮かべる。幸せのテンプレートの上、もう一人絵に描いた上目の裏、テーブルを囲み手を合わす、その時さえありのままではいられないまま、隠し事だらけ、継ぎはぎだらけの皮剥がれた一つのピーナッツみたいに、世間から一瞬で弾かれてしまう、そんな時こそ曲がりなりでよかったらそばにいさせて、共にいられ揺られ踏まれても割れない殻みたいになるから、生まれた場所が木の上か地面の中か、それだけの違い、許されないことにドライなこの世界を等しく雨が湿らせますに、時に冷たくて騒がしい窓の向こう、夢は星の一つも見つからない、雷に満ちた日がだらけ、アドリブ任せのシャーパラダー、所詮人影の日常だから、腹の中にでも流してね、隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホーム、とっておきもね、気合いは残さずに全部くらいながら、普通なのない生活、あなたがいるこの真実だけでも日が持たれてゆく、このひとつかみの奇跡を噛みしめてゆく。はい、皆さんどうも、竹中雄大です。そしてゆうすけです。はい、ということですね、はい、本日はオフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツ歌わさせていただきました。イエイ。これは待ってた人多いんじゃないですか、はい、ね、ね、いやこれね、実はまあ最近ね、声も歌ってもらったばっかで確かに路上ライブしたばっかで全然ね、歌ってみたはやってなかったんで、うん、ちょっと久しぶりにやってみようということでちょっとリクエストを募りましたら、うん、まあ、この曲すごいありました。リクエストありました ね、まあ、やっぱりまあ僕もすごい好きで聴いてる曲なので、うん、歌いたいなと思ってて、まあ、みんなも歌ってほしいな、この需要と供給マッチしてましたよね、マッチしてたこの曲ということで、はい、よかったよかった、はい、まあ、歌わさせてもらいましたけれどもね、はい、まあ、この曲ね、はい、スパイファミリーの、まあ、主題歌ということで、そうです ね、まあ、アニメはあんまり見ない僕ですけれども、はい、そんな僕でもスパイファミリー見てます。うお、いやこれね、僕もあんまアニメ見ないですけど、はい、これは見てるんですよ ね、僕も、まあ、これね、まあ、みんなこうアーニャが可愛いと、まあ、言いがちね、いや可愛い、可愛い、アーニャ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 、つって、ね、言ってるんですけど、そう言ってる、まあ実際言ってる、ね、うん、ですけど、まあ僕も可愛いと思いますよ、はい、でもやっぱりね、僕はね、ヨルさんが好きです。ヨルさんが好きじゃないですか。はい、ハイキックやっぱ好きですね。強そうじゃなくて、あの人も強いですから。あの人はほんまに強いですからね。まあでも、僕は好きですよ、ヨルさん。いや、いいですね。はい、まあこの曲ね、もうぶっちゃけね、むずすぎるっす。むずいポイントが詰まりまくってます。詰まりまくってます。まず一つ、はい、高い。高い。これもう一番ね。これマジで、なーって上がるとこが最後の方ね、そうそうそう、とか
な、あの、なんだろう、サビの中とかでもすごいバッて上がるとこあるでしょ、うんうん、まあああいうところとか言ったらその元々のサビとかが高いのにさらに上がるんやみたいなところが結構あるので、ね、まあ、正直ね、やっぱちょっと喉はち切れそうになりそうになりながらねなりそうになりながらね、はい、まあ、歌いましたよ、はい、で、まあ、そのこの曲ね、本当に、まあ、僕もすごい好きで聴かせていただいてるんですけども、あの意外と歌ったことなくて、だからこの歌ってみたのためにちょっと聴いて練習して歌ったんですけれども、はいはい、やっぱりこうサビにはすごい力がいるわけですよ、はいはいはい、だから力いるからやっぱり服着たままじゃ歌えへんなもん出ました出ました、ね、だからこの曲実はね、あのレコーディングは裸でやりました裸でやってました、はい、パンツだけ履いてましたあとまあ高いとかもそうですけども、あのあれですわ、音程がもういかつすぎます。いやこれはね、そのね、なんつうだろうな、人間が歌う音程っていうかこうじゃないというかさ、分かる、その流れがさ、本当にこうピアノとかで弾くようなさ、そうそうそう、音程のこの上がり下がりというか、声で出すのはすごい難しい、だから歌でこれを再現するのって本当に難しいなって歌って改めて思ったっすね、うんうん、だから本当にヒゲだって曲マジですげえなっていつも、ね、いつも思わされます。なんかこだわりがやってすごいよね、分かるよね。いやこの曲ライブでやるんすげえなって思います。スキルないと思います。いやだから僕はちょっとやっぱリスペクトです、本当にね、ほんまに歌わさせても、だからね、やっぱ歌ってみたらいいなと思うのよね。歌うとやっぱこの曲生み出したんやって、なんかこう、ね、よりこのリスペクトの気持ちがね、リスペクトの気持ちがね、やっぱりこう歌うことによって増したりしますから。本当にそう、だから本当にこうヒゲダンの曲はね、改めていいなと思いましたね。いや本当にそうね、はい、であとね、やっぱりあのもう歌詞がブワー詰まってるっていうのもこれ難しいポイント。それは本当にそうなのよ、ね、もう歌詞が詰まりすぎてこれまだ難しいですね、まあ、あとね、もうそんな言い出したらキリないので言い出したらもうバーあるんですけど、うん、まあ、でも主にやっぱ高くて、音程がいかつくて歌詞が詰まってるっていうところが、まあ、やっぱここがね、結構難しかったかな、それだけ3つ的にね、はい、と思いましたね。まあということで、はいはい、ミックスナッツ歌わさせてもらってね、うん、すごくいい曲で、ね、はい、まあ、歌ってて楽しかったですね、本当に、はい、なのでまあちょっとこれからも引き続き、はい、歌ってみんなもちょこちょこやろうかなと思いますので、ぜひねコメント欄の方にもリクエストなどお待ちしておりますので、お願いします、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それではここまでね終わろうかなと思いますけれども、はい、まあ、この動画がいいなと、いやもう言うだい、もうすごいパンチ頑張ったな、すげえ来たよ、グッと来たよってね、パンチのね、すげえ難しかったけどめっちゃ良かったよっていう方はですね、ぜひねグッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まあでもすごいね気持ちを込めて歌いましたのでね、うん、たくさん聴いてほしいですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。